ジャニーさんのスペオキだったメンバー参戦。1、堂本剛、おそらく一番のスペオキだったと思われる堂本。ジャニーさんと同じマンションに住んでいた話は有名である。ジャニーさんは気に入っているメンバーにポケットに入れている貝柱を渡していたそうだが、堂本は毎回一袋もらっていたそう。メンバーの堂本光一との扱いも対照的で、剛が机に足を乗せていても何も言われないが、光一が同じことをしていると怒られたそう。2、松本潤、嵐の松本潤もスペオキの一人。松本が自身で語っているように入所に先立ち、オーディションに履歴書を送ったところ、それを見たジャニーさんから電話がかかってきて、そのまま入所が決まるという特殊な経歴を持っている。3、横山優、横山は唯一芸名をジャニーさんにつけてもらっているメンバー。本名が読みにくかったことで、ジャニーさんの口癖優から横山優という名前になったそう。横山が呼び間違えてジャニーちゃんと呼んでしまった際にもむしろ喜んでいたそうだが、メンバーの村上が同様に呼ぶと不快と怒られたなど格差もあったようだ。